こんにちは、ひかりです。今回はこちらですね。ジードの新しい姿のソフビ。こちらの紹介と、ウルトラマン Z の第6話、帰ってきた男のね、感想なんかお話ししていきたいと思います。はい。まあ、まずね、こちら木曜日に発売だったんだよね、意外と。なぜか土曜じゃなくて、木曜日の発売で、あと、他の前デラックスで出てたやつの500シリーズ版みたいな感じで、ギルバリスとかも出たのかな。あと他にもなんだっけ、ペダニウムゼットンとかいろいろ、そう発売になったりしてるんだけど、今回これね、ウルトラマンジ、あれペダニウムゼットンはまだ発売じゃないか。わかんない。それちょっとまだわかんないね。買う予定は一応ないんだけど、デラックス持ってるから。ウルトラマンジードギャラクシーライジングっていう新しいフォームで、まあなんか、ま、動画内ではなんかジャグラーっぽいなとか言ったけど、結局、ちゃんと見たらなんか、ウルトラマンベリアルアトロシアスっぽい感じですよね。うん。そう。で、一応ね、本編見たところ、銀河と X とオーブのメダルで、プラス、ベリアルと、初代ウルトラマンのなんか、こう、いつも通りの融合みたいな感じで、だから変身するフォームですね。だから、ゼロじゃない、ジードの元の姿とはなんか、からかなりかけ離れてはいるんじゃないかなと思います。元の姿はベリアルのアーリースタイルと同じなんだっけ。でね、技もかなりね、豊富だったね。あとは、Z の変身アイテム。あれで戦ってましたね。あれを使って戦ってた。一瞬、あ、ジードクローまだ使ってるんだと思ったんだけど、ジードクローは使ってなかったですね。うん。まだいろいろあるみたい。これ、レッキングフェニックスって技かな。そうそう、使ってましたね。で、またね、ジードの朝倉陸も登場してね。もちろんそうなんだけど。で、まあ、まだなんか隠してる部分があるみたいな感じもありましたね。あと自分がベリアルの息子っていうのも隠してましたね、確か。で、今のね、ハルキだっけ？あの、Z に変身してる人ともこう仲良くなって、みたいな感じで。んで、ジャグラスジャグラーはもう、完全にジャグラーですね、あれね。あの、ヘビクラ隊長は完全にジャグラスジャグラーってことが分かりました。なぜかっていうと、朝倉陸に会って、もう朝倉陸が、あ、ジャグラーさんって言っちゃってるし、そんで、それを認めてるから、もう完全にそうなんだけど。しかも、予告で来週またね、今度はゼロが登場して、ジード、ゼロ、ゼットの3人でたでね、共闘するっていうね、感じが、楽しみですね。うん。まあ、またね、感想なんか話しながら、ちょっと、見ていきましょう。まずタグを切ってと、おしょ。おしょ、これがね、本体なんだけど、こんな感じで、いきますね。中ね、なんか書いてほしいよね。おしょ。こんな感じ。すっごいかっこいいと思います、これは。あとね、良かったのは、ジードが登場して、なんだってなって、そんでジードが戦い始めたら、おなじみのジードの主題歌。トゥトゥーン、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 トゥーン、ってちゃんじゃん。そう、ジードの主題歌が流れて、ジードが戦うっていうシーンがあって、もう感動しましたね。ジードはね、全話見てるし、リアルタイムで。しかも YouTube でもね、感想とはこんな感じで話しながらやってたし、やっぱジードかっこいいし、好きなんだよね。物語も好きだし。で、Z とはもともとね、Z はもともとジードのことを知ってたのかな？ベリアルを倒したってことでジードは、なんか、その名を轟かせたらしいよ。うん。顔はね、まあ、プリミティブの感じで。もう、なんか、悪いやつに見えるよね。知らない人にはね。でも完全に、まあ、朝倉陸がいいやつだからな、そもそも。今度はジードが先輩になって戦ってましたね。うん。で、今回の敵は、こちらですよ。ギルバリス。ギルバリスが登場したわけですよ。ただ問題があって僕ね、ジードの映画見てないから、そう、ウルティメイトファイナルのあの活躍見てないんですよ。だからギルバリスの戦いよく見てなくて、それはちょっと後悔してますね。ラストジャッジメンター、ギルバリス完全体ってことなんだけど、一応今回500シリーズでも出たけど、僕のおすすめは完全にこのデラックス版ですね。あの、本編でもギルバリスでかかった。うん。あ、ちなみに今回ね、一応ね、あの、ウルトラマンたちだけじゃなくて、あの、ロボットたちもね、ちょっと活躍してて、ちょっとっていうか、特にウィンダム、セブンガよりウィンダムが活躍してましたね。なんかウイルスをこう打ち込んだりして、ちょっと活躍しましたね。はい。最初はなんか、ウィンダムとセブンガあの練習試合から始まったからね。まだね、Z のソフビ持ってないんですよ。あ、持ってるんだけど、あの、オリジナルしか持ってなくて、そう、この辺の戦う時のフォーム持ってないんだよね。
買えないんだもん、なかなかタイミングが合わなくて。このフォームのソフビは今300円とかで買えるから、そのタイミングを逃しちゃってね。まあまだ買える時あるんだけど、これはアクションフィギュアの方ですね。ちょっと高いやつ。そう、こんな感じで Z と G とで戦ってみたいな感じ。倒しても倒してもね、コアが残る限りね、復活するというね。でもウィンナムがウイルス打ち込んだりしてね、よかったですね。早くセブンガーのソフビも欲しいんだけど、まだ手に入んないね、セブンガーのソフビ。全然なんか在庫戻んない。まあでも限定とかじゃないんで、また作られるとは思うんだけどね。ギルバリスのこのタグも取ろうか。やっとギルバリスの動いてる姿見たからタグ取れるわ。ギルバリス 75m だから、さっきのジードが 51m でしょ。だからでかいんですよ、かなりギルバリスは。そうそう、これね、まあ AI みたいな感じらしいんだけど、ギルバリスって今回もかっこよかったですね。ギルバリスの装備は素晴らしくて、まあ、こんな感じの通常の、あ、ちょっとね、角が歪んじゃってんだよね。まあ治るんだけど、お湯とかにつければ。これね、すごいのが、こうやって、なんか、ミサイル撃つ感じのフォームチェンジができる装備なんですよ。ザーンつって。ギルバリスのこの装備おすすめですよ。一時アマゾンで900円台ぐらいになってたんだよ。だから500シリーズとあんま値段変わんないぐらいの感じで買える時期もあったんだけど、今どうだろう。今回本編で登場しちゃったから、もしかしたら売り切れてる可能性はあるけどね。まあでも売り切れても500シリーズがあるんで大丈夫だけどね。あと食玩装備が出るじゃん。出るっていうか出たかな、もう。食玩装備と戦わせればいいんだよね。食玩装備ならちゃんとジードもゼットもいるんで、あとゼロもいるんで、まあ戦わせるにはぴったりかなと思います。で、デラックス持ってる人は500シリーズの装備とか、あとアクションフィギュアとかとね、すればいいんだけど、問題はセブンガーとウィンダムがなぜか食玩装備で出ないっていうね。あれは良くないね。で、出してほしい。必要でしょ、絶対今回のね。まだね、ジャグラーの謎も残ってるし、ジードもなんか隠してるし、でも来週、7話ではさ、ゼロも登場するし、なんかいろんなことがね、こう巻き起こってってどんどん面白くなってってる。っていうか今回の第6話すごい面白かった。まずテンポが速かった。うん、なんかどんどん物語がこう展開して飽きない感じ。急になんかペースアップしてきたなって感じはするね。あー、いいよ、面白かった。あー、セブンガーの装備欲しいな。やっぱね、ジードのね、このレッキングバーストじゃないけど、今回のもね、光線技を打つときに下からこうカメラでこう撮影して、でこうジードの周りを回る感じ、あの演出好きだね。ジードの第1話のレッキングバースト初めて打った時のカメラワークと一緒かな。あれがすごいかっこいいなと思いますね。今回もそうだったけど、でジードはやっぱ主題歌と共にね、戦うのがかっこいいよね。あとなんか今回挿入歌も 2,3 個あったよね。なんかかっこいい歌が流れたなと思って、挿入歌もなかなか良かったですね今回。だから今回の第7話は今んところ Z 史上一番面白かったかもしれない。まあ大好きなウルトラマンが登場したっていうのもあるんだけど、プラス来週は、まあ今週も若干出たけど、ペガサ星人のペガ、ジードの相棒のペガの装備どこやったっけな、まあ、ペガの装備もあるんだけど、ペガも登場するってことでね、うん、楽しみですね。いや、ジードも登場して、でそうなってくるとオーブも出てきそうな予感するよね。まあ予感っていうか、ジャグラーが出てきてるってことでオーブとかも出てくるのかな。まあでも映画になるとね、みんな登場したりするから、なんかでもオーブの役者さんがあれでしょ、なんか事務所変わったかなんかしちゃったから、なんか出づらいんだっけ、まあ、いろいろあるんだろうけど、まあ出てほしいですよね、オーブも。でジャグラーも早く戦いに参加してほしい。あとはウィンダムとかセブンガーがもうちょっと強くなってほしいな、強化隊みたいな感じで。で、やっぱり Z と共闘してほしい。来週はゼロと Z とジードのウルトラマンが3人で戦うけど、最終回は多分 Z とウィンダムとセブンガーの3人で戦うんじゃないかなと思いますけどね。ジードやっぱ強くなってたわ、今回。技が豊富だったし、うん。あとやっぱなんか先輩になってこう、戦いに安定感が出たというか、うん。Z よりやっぱ、
でも Z より年上なの？ジードってさ、若くない？めっちゃ生まれたてじゃないの？だから Z の方が年上なんじゃないかなとか思うけど、まあ先輩っちゃ先輩なんだろうけど、戦いにおいてはジード若いよね、生まれたてだもんね。あと Z とゼロの違う、あ、ジードの違うところは、 Z は Z っていうウルトラマンが地球人の、あの、ハルキだっけに、の体を借りてやってるわけじゃん。だから Z と、あの、変身してる人間とは別人なわけじゃん。だけどジードは朝倉陸がジードだからっていうやつなんだよね。だから AT も、 AT はあのね、あの人じゃん、 AT と人間体は同じ人なんだけど、例えばメビウスもメビウスとメビウスで一緒じゃん。そんな感じで、あと違うのは誰だっけ、オーブもオーブとオーブで一緒か。あれ最近のウルトラマンで違うの誰だ、ジード以外、ジードじゃないな、 Z 以外誰だっけ。まあ、あのジードの時のゼロはそうだったよね。ジードの時のゼロは、あのスーツ着た、なんだっけ、あの僕が大好きな人ね、の体借りてやってたよね。そんな感じで、でね、今回ね、ウルトラマン光の名前がまた出てきましたね。光よく出てくるなと思って、最近なんか都合よく使われてるよね。あの光からだっつって、あのジードが、あのなんだっけ、 Z の変身アイテムを受け取ってましたね。だからあの Z の変身アイテム今回何個も登場してるよね。あとはそうださ、敵の謎のやつがいるじゃん。なんか謎の人間っていうか、まああれ宇宙人なんだろうけど、あの人がまあ来週あたりからどんどん動いてくるのかなって気はするね。まだこう接点があんまないけど、 Z たちとはね、今裏でこうやってる感じで、まあ楽しみですね、そこら辺の動向も。うん、ギルバリスこれ角かな、この紫のさ、メタリックな感じの装備って珍しいし、かっこいいよね。あー、今回ギルバリス強かったな。はっ、あとはストレージのメンバーもどんどん活躍してほしいですね。これからジーロとか出てきたら活躍の場が減ったら嫌だよね。ストレージ、これストレージの車だから。まあでもジャグラーがそこの隊長をやってるっていうんで、やっぱり活躍はしてくると思うんだけど、いや、ジード良かったな、今回やっぱり出てきてくれて嬉しい。大好きなウルトラマンが今現行のウルトラマンに登場し、見てるウルトラマンに登場するっていうのはね、いいね。でやっぱ Z 面白いな今回。うん、伏線を張ってすぐ回収して、また張って回収してっていうのがすごいね、テンポ良くて面白いですけどね。まあまた今回伏線がいくつか張られた感じはあるよね。ジードがなんか隠してる感じもあったし、まあゼロがまた復活するっていうのもそうだけどさ、あと敵のあれも伏線もあるし、うん、あとジャグラーのもまだね、謎はあるもんね。なんで隊長になれたのかも謎じゃない？どうやって隊長になったのか謎じゃない？だってストレージの隊長なんてさ、相当頑張んなきゃならないわけじゃん。なのに急にどうやってなったのかっていう、だから裏で手助けした人がいるのかっていう可能性もあるし、そういうのもまあ楽しみです。はい、ということでね、今回はね、ウルトラマン Z 第6話、帰ってきた男だっけをね、見た感想と、まあ、あんまレビューになってないけど、こんな出来がいいよっていうね、このウルトラマンジードのね、新フォームってことでいいのかな、これね、ギャラクシーライジング。何の説明も特にないね。うん。ちなみに、シビルジャッジメンターじゃないや、なんだっけ、ラストジャッジメンター。ギルバリスは説明があって、宇宙を平和にするため、手が動いちゃう、全ての知的生命体を抹殺しようとする巨大人工頭脳ギルバリスの完全武装形態。必殺技は全身から覗く砲塔から一斉砲火を放つバリスダルティフィー。そうね、あったね、あったよってことですね。はい、僕のおすすめはやっぱりこのディラックスはすごいおすすめなんだけど、500シリーズしか、ね、手に入らない場合は500シリーズでもいいと思います。その場合戦わせるのは500シリーズの装備じゃなくて、あの食玩装備と戦わせるといいと思います。多分食玩装備も僕買うと思いますね、あの売ってたら、うん、定価でも買うと思います。このやっぱ欲しいのは Z とこの G ド買うかな。もしかしたら、あ、でも0はあれか、 G ド買えばついてくるか、あ、 Z か、 G ドじゃないか、 Z と0がセットだっけ。うん、なんかね、
ゼロ、ゼット、ジードってなんか名前がね、なんか混ざっちゃうね。全部なんかザジズゼゾだからね。いやー、面白い。ドラマ Z 面白いです。はい。東映特撮 YouTube オフィシャルの方ではね、今日またね、ブルースワットが配信されてね、ブルースワット見て、ゴールドプラチナムが活躍したりしては楽しかったですね。朝から特撮、二つ見れましたよ。まずは、ブルースワット見て、その後、Z 見て、みたいな。あとはね、なんだっけ、まだ AT も見なきゃいけない話があるし、あとそうだ、昨日あたり配信されたライブマンも見なきゃいけないし、ロボコンと中辛パイパイとかも見たいしな。楽しいです。はい。YouTube の、YouTube プレミアム入ることおすすめですよ、皆さん。YouTube プレミアム入っておけば広告なしで見れるんで、なんだろう、動画配信サービスみたいな、Hulu とか入んなくても、YouTube で十分ね、公式配信だけでね、よっぽど暇じゃなければ、暇つぶしにね、もう全部な、暇つぶしっていうか普通に楽しめますよ。YouTube プレミアムおすすめ。僕入ってるんだけど、もう何ヶ月も入ってるんだけど、広告なしで見れるから、かなりいいですね。普通の YouTuber さんの動画で広告が入ってるやつとかあるじゃん。そういうのも全部見れますからね。広告なしで。はい。ということで、今回のこのジードとかね、この辺の、まあ、ギルバリスとかもそうだけど、まあ、新しく発売された装備とかのね、Amazon リンク説明欄に貼っておくんでね、ぜひ長く買う際はね、そこから飛んでから買っていただけるとね、助かります。ということで、今回の動画は以上です。この動画良かったなとか思っていただけた方は、ぜひ評価ボタンを押してください。それではまた、バイバーイ。